大殿筋。両膝を立てた仰向けの状態で始めていきます。片方の足を反対側の膝にかけ、ももの裏で手を組みます。息を吸って準備を整え、息を吐きながら胸の方向へ引き寄せます。大殿筋、お尻のストレッチです。反対側も行っていきます。片方の足を反対側の膝にかけ、ももの裏で手を組みます。息を吸って準備を整え、息を吐きながら胸の方向へ引き寄せます。この時、顎が上がらないように注意しましょう。ゆっくりと両手を解放し、元の位置まで戻っていきます。